界的名著生き方について話していきたいと思います。稲森和夫さんの本です。稲森和夫さんといえば、まあ、京セラの設立だったり KDDI の設立だったりすごくもう優秀な経営者で、もう日本人の中でも尊敬している方はたくさんいるんじゃないかなと。この本に関しては130万部を突破しており、世界19カ国語に翻訳されています。中国では200万部を売れている本になっているので、たくさんの方がね読んだこともあると思うんですけど、複数のためにぜひ読んでいただければ、動画も聞いていただければと思います。まずプロローグとして稲森さんこういったことを書いてます。先行きの見えない不安の時代に生きていると、今っていうのは、まあ、豊かなのにこれは満たされなかったりとか、自由なはずなのになぜか閉ざされた感じがあると。多くの人っていうのは生きる意味とか価値っていうのを見出せず、人生において何を成し遂げたかっていうのを見失っている人多くないですかと。この動画を聞いて自分はこのためにやってんだって強く言えない人もたくさんいるんじゃないかと、そういった答えを示してくれる本になっているので、ぜひ最後まで見て、人間っていうのは何のために生きているのかっていう根本的な問い、これを解決したような哲学書になってます。人間っていうのは何のために生きるのか、これっていうのは稲森さんはこういったことを書いてます。心を高めることだと、魂を磨くことだと、要は魂っていうような生き方次第で磨かれるんだと。稲森さんが大事にしている哲学の一つが、これ何回も出てくるんですけど、人間として正しいかどうかと、これに対して人生を歩んでいくことが何事も大事なんだと。稲森さんは京セラを設立した時に経営の素人だったそうです。どうすれば経営がうまくいくのかっていうのは全く分かんなかったと。で、困り果てた稲森さんは人間として正しいことを貫いていこうとだけ心に決めたと。一見経営学だったりと経営の概念からすると全く関係ないように思えるけど、こういったことが非常に重要なんだってことは書かれてます。要は嘘をついてはいけないとか、人に迷惑をかけてはいけないとか、正直であるとか、素直であるとか、欲張ってはいけないとか、こういった単純な規範っていうのを経営の方針に捉えて守る判断基準として経営をやってきたと。要は良い心がけを忘れず、モテる能力を発揮して常に情熱を傾けていると。これが人生の大きな成果をもたらす秘訣であり、人生の成果を導く王道なんだってことはプロローグで書かれてます。実際ここから一章から話していきたいと思います。一章が思いを実現させるっていう話ですね。そして二章が原理原則から考える、三章が心を磨き高める、四章が利他の心で生きる、五章が宇宙の流れと調和する。全て非常に重要な話になってますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。一章が思いを実現させるって話です。非常に大事な話になってます。私たちは世の中のことは思うようにならないと考えてしまう人たくさんいると思います。世の中うまくいかねえなとか、思ったようになんねえのかなっていう声を僕何回も聞いたことがあります。それっていうのは間違えていると。思う通りにならないのが人生だって考えるんじゃなくて、まず思わなければ叶うはずのことも叶わないってことは書いてます。要は人生っていうのは求めるものだけが手に入るという人生の法則です。求めたものだけが手に入ると、要は公認会計試験っていうのは、公認会計士っていう資格を求めた人しか受かんないじゃないですか。大学に行きたいって人しか大学に行けないし、人間っていうのは求めたものが手に入るようになってるんだと。要は不可能を可能に変えるには、まずは今日がつくほど苦しいとか狂うとかがつくほど強く思って前向きに努力を重ねていくこと、これが唯一の方法だということが書かれてます。でまたここに書かれているのが、毎日の創意工夫っていうのが大きな飛躍を生み出すと。転職ができないような平凡な人間でも、今日一日を懸命に生きる積み重ね、もっといい方法はないか、どうしたらいいんだろうって考えることで幹部だったりどんどん出世していくんだと。要は同じことを繰り返すなと、日々改良改善を加えて創意工夫することが大切だっていうことが一章でしっかりと書かれてます。なのでもう一回言うと、しっかりと求めるってことですね。求めたら手に入るってことと、毎日創意工夫する、この2つがこの一章で伝えたいことになります。で2章、原理原則から考えるってことですね。僕たちっていうのは物事を複雑に考えてしまいます。ただ成功する人、結果が出る人っていうのは、難しいことを簡単に考えたりとか、シンプルに考えることが得意です。実際物事の本質っていうのは単純でシンプルなことが多いです。なのでまず複雑な世界をシンプルに捉えるってことが大事なんだってことはここ2章で書かれています。でいろんな問題が起きます。会社では仕事をしていると、その時に原理原則をしっかりと抑えておくことが大事だと。この原理原則っていうのは何かっていうと、人間として何が正しいのかっていうポイントに判断基準を置くっていうことです。嘘をつかない、欲張らない、人に迷惑をかけない、迷わない、悩まない、困った時、こういった時はこういった原理原則が道しるべになると。またここでは人生の方程式っていうのが書いてあります。これをしっかりと覚えて今の仕事に生かすことが大事なんじゃないかなと。要は仕事、人生の結果イコール考え方×熱意×能力ってことが書かれてます。ポイントは掛け算であることです。能力90の人で熱意30の人だったら2700の力を発揮できます。ただ能力が低い60の人でも熱意が90であれば5400の力を発揮できるということです。前者の倍の仕事を成し遂げられるんです。なのでまずはしっかりと仕事に熱意
意を持って取り組むことが大事だと。能力なくてもいいけどやる気だけはあると。また考え方、ネガティブな人よりもポジティブな人が結果が出ると。自信もあってポジティブですごい熱意もあって能力ない人でも結果が出ることができるっていうことが考えてます。で、考え方は方向性も示しているため、将来を視野に入れて仕事している方がやっぱりポジティブな考え方でできるんで、人間っていうのはまずは考え方と情熱を持って正しい方向に仕事をするってことが原理原則では書かれてます。で、第3章、心を磨き高めるってことです。才能や手柄を独占せず、それを社会のために使うっていう謙虚さっていうのが非常に大事なんだと。この3章では謙虚さ、私利私欲の考え方ではダメなんだと。要は人のために、社会のために、こういう社会のためにって大きく考えるかもしれないけど、実際奥さんのためにとか友達のためにとか親のためにってことでもいいんで、誰かのためにっていう謙虚さっていうのが大事だってことが書かれてます。心を磨くのに必要な6つの秘訣っていうのはこの本では書かれてます。この6つぜひ覚えていただいて、日々毎日読むだったりとか紙に書くだったりとかして高めていくのがいいんじゃないかなと。1つ目が誰にも負けない努力をすると。もう自分が一番努力をしてるって思い込んで毎日生きるってことです。で、2つ目、謙虚でいると。どんな結果が出ても調子に乗らないと。もっと上に行けるんだと、自分はまだマネなんだと。それをネガティブに考えるんだけど、ポジティブにもっと自分は良くなれるって思うことだと。で、3つ目、反省ある日々を送ると。今日ここがうまくいかなかったな、明日はこうしてみようと。最初の創意工夫の話ですね。しっかりと改良改善を毎日繰り返すってことです。で、4つ目、生きていることに感謝すると。今こうやって生きていることで本当に日本って恵まれてるわけじゃないですか。日々に感謝しながら明日も生きるってことです。で、5つ目、利他行を積むと。要は他人のために行動すると。自分のためだけじゃなくて周りのために、周りのためにと思ってやると。僕も今 YouTube の動画を撮っていて、実際これみんなのためにとか、動画を見てくれるために、本を買えない人のためにと思ってやっぱしやってます。で、6つ目です、感性的な悩みはしない。不満を言うとか、仕方のない心配するとか、無駄なことで悩まないってことです。人間っていうのはこういった6つのことをしっかり毎日やることで心を磨きて高めることができるってことが書かれてます。で、続いて第4章、利他の心でできる。まあ、先ほどの内容にも被るんですけど、利他の心っていうのは何かっていうと、世のため人のために尽くすっていうことです。すごいことではなくて、奥さんの喜ぶ顔が見たいとか、親に楽をさせてあげたいとか、従業員のためにとか、そういう周囲を思いやる小さな心がけです。大きいことじゃなくていいんですよ、社会とかね。それが利他行であると。人間っていうのはもともと世のため人のために何かをしたいという気持ちが必ず備わっていると、絶対にあるんだと。ただ儲けたいって欲はあってもいいということが書かれてます。ただし、その欲を利己ですね、自分の範囲にとどまらせてはならないと。人にも多かれ必ず人のため、誰かのためにやるってことが大事で、自分だけのためで生きてはいけないってことはこの章では書かれてます。で、利己と利他っていうのは裏腹の関係にあります。自分の利益と他人の利益っていうのは相反する可能性があるんですよね。会社のための行為っていうのは相違のためになってます。自分のため、相手のため、従業員のためになってるんだけど、会社だけの利益を考えてしまうと利己になるんですよ。なので、会社だけ儲ければいいと考えるのはやめましょう。取引先にも利益を上げてもらう、さらには消費者、お客様、株主、地域の利益、親、家族、もうみんなに貢献すべき経営を行うことが大事なんだと。そうすることで視野が広がって、周囲に目配りができて、客観的な人間として本当に正しい判断をできるようになるっていうのは、この4層利他のこれでいくるっていうところです。で、最後ですね、最後、その宇宙の流れと調和すると。人間っていうのは結果に導くものは2つあると。運命と因果応報の法則っていうのがあります。運命っていうのは遺伝とか才能とか、そういう先天的な部分ですね。生まれてからどうするかじゃなくて、親から引き継いだ運命、そういった因果応報の法則っていうのは、良いことをすればいいことが起きます、悪いことをすれば悪いことが起きます。まあ、要は全ての物事には原因があって、それぞれの思いとか行動が結果を引き落としているんだ。原因と結果の法則って言ってもいいし、生まれてから何とでも人間は変われるんだっていうものです。人っていうのは2ついると。大事なことは、運命よりも因果応報、生まれてから何をするか、普段どう思ってどう行動するかが重要なんだと。そっちの方が強いんだってことが書かれてます。いくら持って生まれた才能だった、遺伝だった、運命が良かったとしても、この因果応報の法則、原因と結果がダメだった人間っていうのはダメになるんだと。一方で、運命とか才能とか一切なくても、原因と結果ですよね、自分の行動とか思いとか習慣でいくらでも人生っていうのは変えられるんだと。だから、その宇宙の流れっていうのは2つあるけど、しっかりと今日何をやるべきか、どう考えるかっていうのを、いいことを考えて行動することが生き方では大事ってことが書かれてます。後書きでね、この本っていうのは一個人の人間の生き方を書いたわけじゃないと。企業とか国家とか、さらにはその人類全
体までを視野に入れていると。なんでこの本を読んだ方は自分の心の中に留めるだけじゃなくて、ぜひいろんな人に教えてあげる、伝えてあげる、感想を送ってあげるってことをするといいんじゃないかなと。人間っていうのは人生に対して真正面から謙虚に愚直に向き合うことで自分なりの生き方、いい生き方っていうを必ず確立できるってことが書かれてます。この本ねすごくいい本で、まあ、世界的にもね有名な本だと思うんですけど、僕もね再度読んで、もう本当に人間として一番大切なこと、生き方っていうのは書かれてるんで、ビジネス書っていうよりも哲学書ですね。だからもう全ての人が読んで自分の心を磨いていくのがいいんじゃないかなと思いました。このねやっぱリターの心の表れとして、やっぱりこういう動画見たら友達にこの動画見た方がいいよってシェアしてあげるとか、しっかりとコメント欄に感想を書くとか、こういう本読んだんだよねって、できるだけまだ読んだことない人のために、誰かのためにって思ってしっかりとアウトプットするのが、僕はやっぱし稲森さんに対しての感謝だったりとかするんじゃないかなというふうに感じました。まあ、この動画を見て感想とか気づきとかコメントもぜひいただければ嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。